化粧品の製造販売業の許可を取得するためにいくつか要件があるんですが、その中で一番ポイントになってくる要件が人の要件と言われるところです。化粧品の許可を取得する際、よく三役というふうに言われるんですが、3つの役職の責任者を置いていただく必要があります。総括製造販売責任者という方をトップに置いていただいて、その下に品質保証責任者、あと安全管理責任者、こういう方をトライアングルで置いていただく形になります。でこの方たちどんなことをするかといいますと、例えば、化粧品、取り扱う化粧品の商品の品質自体に問題が発生したときは、品質保証責任者と総括の製造販売責任者の方が情報共有をしながらしっかり対応をしたりですとか、あとは出荷した後の商品に例えばお客様からクレームがあったりとか、そういう安全上の何か問題が発生した場合は安全管理責任者と総括とのラインで問題解決を図っていく、そんな形のトライアングルを作っていく必要があります。各責任者に例えば薬剤師の資格がないといけないですとか、あとは薬学化学の専攻で大学卒業してないといけないですとか、いろんな要件がございますので、きちんと要件をクリアする方を見つけていただいて、しっかりした管理体制を築いていただく必要があります。